誕生会をねこう開く人とかいるじゃない、うん、パーティーみたいなのもやんなっちゃうな。大学時代にまだ調子に乗ってたから俺らも大学生になりたてで東京出てきて、なんかちょっと原宿でクリスマスパーティーやるかみたいなことになったりなんかしてさ、で田中がほら東京っ子だから、であいつもほらファッションデザイナーの弟だってやたらそういうのもさこだわるわけだよ。でなんかあの原宿のなんとかカフェってところで貸し切って、あの田中と二人で俺ら司会かなんかしてやったんだけど、もうさなんか背筋がもうゾワゾワするような思いして、でそっから田中はまだその時あの学園の中ではちょっと一目置かれてた存在だ。みんな田舎者だから田中の指示に従わなきゃいけないと思ってて、ファッションとかダメ出しピーコって言われてたんだからドン田中とか言われてたその時まだ出てねえだろほいでだんだんでもバレてきて、あいつが本当はダメなやつだって、うん、童貞だってことをまず隠してた、ちっともあのおしゃれでも何でもないってことになって、で明くる年からは、もうクリスマスみんな集まんのはいいけど、俺もうあんなんやんねえからっつって、なんか友達ん家で畳6畳一間のアパートで 鍋でもやってやろうよっつって、みんなでさあの鍋持ち寄ってこうやってた。で田中もまあ当然呼んだんだけど、その時も田中一人だけピンポンってパッて開けたらさ、スーツ着て蝶ネクタイしてバラの花束持ってメリークリスマス、お前鍋やるんだよあそうそうか、田中さんとかスムーズにそういうのいけそうだもんね。そうそうそう、全然いけちゃうクリスマスとかね、アメリカンナイズされちゃって、あいつアメリカにね何日か1週間かなんか大学の時留学したんだよ1週間そしたらさ、すっかりアメリカンナイズされて帰ってきやがって、それで授業サボって喫茶店行く時に、あなんかお茶でも行くかっつったら、あいつ、やっつったんだから、やーってなんだよお前この野郎、どんだけアメリカナイズされた、たった1週間でたった1週間そんな別に夏休みの旅行と変わんねえよ、 そうだよ、それでやーなんて言わねえよ、やーっつったんだからびっくりしたよバカだなあの男。そうか、どうなの秋葉さんからするとさ、もうぶっちゃけた話よ、太田さんと田中さんどっちが厄介なの普段。厄介のな田中さんですねあ、そうそうだよな、田中さん別にほら、ね、あの一般的なイメージだと何も癖もない、こいつはもう田中に散々怒られてるから。あ、そう なんで田中さんが立ち悪いの。田中さんはやっぱりあの感情的になるんで小田さんはこう見てもあれなんですよ、本当に説明をすれば分かってくれる人なんで、最初はイラッとくるかもしれないですけど、いやこれこれこういう理由でって言うと、じゃあ分かったってなるんですけど、田中さんも最後まで嫌だの押し通しで、いやお願いしますこれやってもらえませんかと言って、こいつらが企画考えるわけで、例えば大喜利をやりましょうって時に、普通は大喜利って田中が司会なんだ、あそう、ね、だけどまあその別の人が、例えば女性のアイドルを、あの司会に立った方が面白いって場合あるじゃん、そうするとあいつが回答者になるわけ、そうするともう切れる、ブチ切れるわけそう大喜利やらないっつって切れるんですよっていうのはあいつは大喜利でボケが出てこないから前に大喜利やって、あのすごい怒ったの、あのあいつが司会じゃなかった時に、それでそれを一回なお前怒られて、でももう一回なんかこれはしょうがないからやってくださいって言ったら、分かるよ分かって前言ったよな、俺はボケができないんだよボケれないんだよ言ったよなお前に、俺ボケられないんだよそんな芸人いるデップしかになれたのそれで結局もうそれ見てって太田さんが、お前さいいよと、いいよボケなくていいと、うまいこと言えよっつったら、あ、分かったそこあっさりボケあっさりなんです